何なんだってばよ。本当に何も知らないんだな。おい、そこのお前、名は何という？内葉サスケだ。面白くなってきたぜ。ねえねえねえ、なんであの人自分で呼び出しといて常に朝っぱらからなんでこんなにハイテンションなんだこいつら。いきなりだが、お前たちを中任選抜試験に推薦しちゃったから、これ志願書な。5日後の午後3時までに学校の301号室に来ること。あいつと戦えるかもしれない。ナルトにすらついていけないのに中任試験なんて。ほう、このスピードでついてこられん。妖怪堅固なこの葉隠れの里を中任試験に紛れ込んでしまえば。お前なんだってこんなことすんだ。初代火影の封印の書だ。持ってくればこのガキを返してやる。何をしている、早く封印の書を持ってこい。萌木は確かに返してもらったぜ。さすがリーダー萌木尊敬。よいしょ、おりゃ。ああ、この通りな。あ、あら、はあ、変わり身の術だこれ。うわぁ、さくらちゃん遅いってばよ。ごめん。おはよう、サスケくん。ああ、さくらのやつなんか変だな。今ここで勝負だと。人に名を尋ねるときには自分から名乗るもんでしたよね。内葉サスケくん、僕の技がどこまで通用するのか試したい。眉毛のゲジゲジ濃すぎるのよ、何もかも。うわぁ、あんた変なもん投げんじゃないわよ。なんか命がけで避けちゃったじゃない。どいつもこいつもサスケサスケってうるせってばよ。宣言します、君たちは僕に絶対叶いません。なぜなら。面白い、やってやる。あ、5分で終わる。来た、この発展風。こうなったらあれを使い慣らしとく、いいチャンスだ。しかも両目。あれがシャリンガンですか。幻術か忍術か、いずれにしても何らかのマジック。さすがうちは一族。サスケ、シャリンガンには幻術、たとえシャリンガンで僕の動きを見切っても強いやつには天才型と努力型がいます。ガードだ。サスケくん、サスケがやられた。俺が気絶してる間に何があったんだってばよ。リー、今の技は禁じ手であろうが。もしかしてあれってば、ゲジ前の先生。なあなあ、何よ。そんな言い逃れが通用すると思うのか。こんなふざけた奴らに俺は。まったく青春してるな。すげえ激まゆ、俺ってばあんなの初めて見たよ。バカ野郎。あんなやつに俺は。バカ危険よ、危なすぎるわよ。あんたって、ちょ待てって、まだ話の途中だってばよ。喧嘩をした挙句金を破ろうとした罰は。あのさ、ところであの亀は何なのか。君たち、カカシ先生は元気か。カカシを知ってんのか。ちなみに戦績は50勝49敗。早い、スピードならカカシ以上だ。人間か。ルイも君たちもそろそろ教室に行った方がいいな。じゃあ頑張れよリー、さらば。おっす。おそらく木の葉の下人で最も強い男は僕のチームなの。試験覚悟しておいてください。
次はあいつを乗してやる。あのゲジマイはすっげえ特訓したんだろ。毎日毎日。面白い。行くか、ナルト、サクラ。ああ！何よこれ。なんかみんなすごそうな奴らばっかり。サスケ君から離れ！イノブタ。あら、サクラじゃない。なるほどね。今年の新人芸人9名全員受験ってわけ。お前らには負けねえぜ。うっせえってばよ。おい君たち、もう少し静かにした方がいいな。試験前でみんなピリピリしてる。どつかれる前に注意しておこうと思ってね。昔の自分を思い出すよ。カブトさんでしたっけ。この試験は年に2回しか行われないから、もう4年目だ。じゃあ可愛い後輩たちにちょっとだけ情報をあげようかな。このカードの情報を開くには。何やってんの。なんでそんなめんどくせえこと。そのカードに個人情報が詳しく入ってるやつあるのか。これだ、見せてくれ。ヒューガ。次は砂漠のガーラ。任務は全て無傷で帰ってきたそうだ。なんか自信なくなってきましたね。何言ってんのよ今さら。さすがの意地っ張りも、この人数と雰囲気に飲まれてなんからしくないナルトを見るのは辛い。えっ、何なのこいつ。何食ってんのよあんた。見切れるスピードだ。鼻先をかすめたんだろ。くっ、生きがってるからだよあのクソ。音隠れ3名中任確実ってな。へこんでるへこんでる。ナルトにとっちゃ最悪の試験ね。お互い頑張ろうね。あ、うん、ルール、質問を受け付けないって。一問間違えるごとに1点減。やばいってばよ。全51チーム中合格できるのは10チーム程度だとしたら、慎重に慎重に、見つからねえようにカンニングするしかない。誰かやられたな。カンニングは1回につき2点の減点だったな。そうか、そういうことか。カンニングをするなら無様なカンニングじゃなく、早く気づけナルト。命取りになるぞ、気づけ。でもバレたりしたらさくらちゃんとサスケの野郎に迷惑かかるし。何言ってんだひなたのやつってば。いやでも牙たちにそそのかされて俺をはめようとしてんのかも。ナルト君にこんなところで消えてもらいたくないから。なんだそういうことか。なんか変に疑っちまったってばよ。ナルト君、俺みたいなすげえ忍者はカンニングなんかしねえってばよ。それに下手すればカンニングを助けたってことでお前がヤバいかもしれねえだろ。なーに、いいってことさ。いち張っちまった。俺の手がよどみなく動いてる。いきなりこいつで当たりだ。さ、早く答え覚えちゃわなきゃ。近丸と長寿にもこの答え移した。